はい、皆さんこんにちは。レック専任講師森田隆一です。それでは、ただいまよりエコノミスト森田隆二の経済会計キーワードを解説、第9回目の講義を開始いたします。よろしくお願いいたします。はい、えー、本日ですね。第9回目ということになりますが、ちょっと画面をね。切り替えていきましてですね。<laughs> 第9回目のキーワードは何かと申し上げますと景気動向指数ですね景気動向指数というこ、ね、言葉を私取り,取り上げました。 でまあ、な,なぜですね、景気動向指数という言葉を取り上げたのかと申し上げますとですね、まあ、現在、そのアベノミクス景気、まあ、あの名称はまだ固まってないんですけども、アベノミクスによるまあ景気拡大ですね、これが戦後最長なのではないかというふうふに言われておりまして、まあ、景気に関するですね、まあ、関心があ比較的高いのかなということで、えー、景気を表す言葉でありますですね、景気動向指数をですね、今回ピックアップさせていただきました。では えー、景気拡大、戦後最長化ということでありまして、えーまあ、3月20日ですね、2019年の、ま,ああのえー、まさに今日は21日で昨日だったんですけども、えー、内閣府がですね月例経済報告という、ねえーまあ、資料があるわけなんですけども、それを発表しましてね。 えー、2月の発表はですね基調判断といたしましては景気は緩やかに回復しているということであったんですけども3月,20 3月20日に、ね、発表したですね基調判断はこのところ輸出や生産の一部に弱さも見られるが緩やかに回復しているっていうね。 これが3月20日に発表されたですね月例経済報告による基調判断であると、ね。ですからまあそのちょっとですねこの過方修正はしているんですね基調判断で2月の段階では、えー、景気は緩やかに回復してるんだっていうことであの弱さも見られるみたいなんですねそういった弱気の表現はなかったわけなんですけども、えー、昨日3月の月例経済報告はですね 下、あのーまあ、方修正ですね、このところ輸出や生産の一部に弱さも見られるというですね下方修正をしているんだと、しかしながら緩やかに回復しているというですね、えー、ところに関しては、えー、判断を継続しているということですね、えーまああえー、先月に引き続いてですね。 あの景気は緩やかに回復していると、えー、その核心部分に関してはです、ねあのまあ、まだ続いてますよということを言っているんですね。 でまあ、あのアベノミクス景気というふうに私言っておりますけれども、まだ名称は確定しておりませんけれども、戦後最長と、政府は一応、今の時点ではね、まだ確定はしてないんですけれども、今の時点では戦後最長だというふうに、まあ、政府はです、ね、うん言ってるわけなんですけれども、まだ本当かどうかというのは、ちょっとあの、後ほどちょっと触れますけどね、まだ確定はしてないんですけれども、えー、まだそういう段階にありましてね、で緩やかに回復しているというふうに、まあ昨日の、ね、月例経済報告で言ってるわけですから、 もうアベノミクス景気はね戦後最長なんだということをねまあ現時点ではまあ表明したに等しいということになります。ちょっとね ランキンキグですね景気拡大期間のランキングをねちょっと持ってきましたけども、こんな感じになりますね、えーまあ、1位ということで、まあ、アベノミクス景気、これはね名前はねまだねあの確定してないんですね、あの名前はまだあの確定してないんで、まあ、過称ということでありますけども、まあ、アベノミクス景気、まあ、安倍総理大臣がですねうん2012年の末に、12月にですね、えーまあ、総理大臣に返り咲いてから、まあ、景気が拡大したということで、まあ、そこを ここからですね、まあ、2012年の12月からですね、景気拡大が続いておりましてですね、その景気拡大期間が戦後最長であるということなんですねただ、えー、次のページで述べるんですけどもまだ確定はしてないということで、まあ、現時点での、まあ、政府の見方からすればまあ言っちゃってんじゃないのと最長なんじゃないのということでありますが、えー、まだ確定はちょっと残念ながらしてないということで、まあ、暫定1位ということで、まあ、今回ね書かせていただいていると。暫定で1位 で,あるとで、まあ、2位はですね2002年の2月から2008年の2月までの「いざ波景気」というのがあったんですけどもこちらですよと。で3位が「いざなぎ景気」ですね、えー、1965年から10の11月から1970年の7月ということで、まあ、あの高度成長期の時のですね景気、まあ、拡大期間、えー、が景気拡大期間 景気がですねこのイザナギ景気と言いましてですね、まあ、景気拡大期間でいうとうん戦後3位であるというお話なんですね。でイザナギ景気はですね非常にですねそのパワーがあったんですね景気拡大にね。 えー、どれぐらいパワーがあったのかというと実質 GDP 成長率ということで11.5%なんですよね毎年毎年平均で11.5%のですね成長を続けているとで実質ということですから物価変動を取り除いている、まあ、実質の値ということですね名目だったら20%近いですよ18.5 18. ぐらいだったですね名目だったらね名目というのは物価の変動をそのままあのぶち込んでいると。 えー、実質というのは物価変動を取り除いてるということですねだから高度成長期の時というのは物価も上がってたわけなんですよね。で物価も上がってたわけでその物価変動を取り除いたそれが実質という概念であって実質で言いますとですね11.5%ということで、まあ、10%以上もですね平均でね、えー、GDP が成長してるってことは非常にもう私はちょっと考えられないですよね。あの私はもう このイザナギ景気の後に生まれてる人間ですから、えー、もう景気が、ね、あ,のあまりこう、ね、伸びてるそういった時に、ねえー、そういったあの経験はないもんですから11.5%もです、ね、実質の GDP が成長しているというのはもうちょっと今の感覚からすると信じられないですよね、まあ、だからざっくりといえばです、ねえー、自分の年収が毎年、ね、10%成長しているという,うな感じですよね。まあ、500万万円円いただいてた方が次の年に,万円になっちゃうと えいうまあ、そういったあの10%成長ですからねものすごいこう景気の,そのお拡大に勢いがあったと力強さがあったってことですねでその期間を優に超えちゃってるっていうのが、まあ、今回のまだ名前は覚醒しませんけどアベノミクス景気であるとしかしながらねここのところは強調させていただきますけどこれね景気拡大期間なんですよ。 ですから、アベノミクス景気がですね、景気拡大、ものすごいパワーがあるんですよということじゃなくて、期間が、えー、ナンバーワンなんじゃないかということですね。ですから、実質 GDP 成長率で見ますとですね、1.2%ということで10あの10倍、10分の1ぐらいですよね、成長率でいうとね。 えー、イザナギ景気は10倍ぐらいのです、ね、パワーがあったということでありますけども、えー、アベネミクス点二ケーキは、ね、1.2%とイザナギ景気も,、ね、もうあの実感なき景気拡大というふうに言われたんですけどそれでも1.6%の、ね、実質の成長率があったんですけどそれを下回るということで。 あのいざケ景気ですらですね実感なき景気拡大だとか景気回復っていうふうに言われてたんですが、まあ、確かにあの頃はねデフレという時代で私その頃ちょうど大学院にいりだとかサラリーマンもやってましてでちょうど景気が拡大してるって、まあ、確かに景気がちょっと拡大してたかなとも思うんですよ。 あの私はいすず自動車というところに入社しましてですね大学院卒業した後と私の同期は43人だったんですよでその前は、えー、10人足らずですよで私がまあ会社を辞めるのはリーマンショックのちょっと前あたりなんですけどもあの頃はもう百何十人も採用してましたからね私は43人ですよ同期がねですからそのやっぱりその新入社員の人数っていうのも景気に連動しますからやっぱりまあ確かに景気は拡大してたかなとだけどパワーはあんまりなかったなというふうに思いますよ ね、でそのパワーがなかったなっていうふうに思うんですで、えー、実感なき景気拡大っていうふうに言われたんですであの実際あの数字見てみると1.6%なんですけども今回のアベノミクス景気はそれをさらに下回るっていうことですね実感がなかったっていうふうに言われるね景気拡大いざ、えー、ミ景気それを下回るねパワーですからまあうん現在ねそんなに実感ないんですよっていうふうにね例えばテレビなんかでね あの路上インタビューとかでなんかこうやってますけどあの景気が拡大期間が最長っていうふうにやれますけどあの時間ありますかみたいな「いや実感ないですね」みたいなねそういったことを言われる方が大半じゃないですかまあ、私もそうだと思うんですよ。でなぜそうかっていうともう数字見てみれば一発ですよ。 1.2%しか成長してないんですよ、平均で。だからこの1.2%しか成長してないんだったら実感はなかなかないですよね、実感はね。ですから、その実感はないんだけど、もう拡大はしてるっていうねで、確かに拡大はしてるんですよ。えーまあ、例えば失業率、えー、失業率でいうと、民主党政権の時だったらですね、やっぱり5%ぐらいあったわけなんですよ。まあ、それが半分の2.5%ですよね。で、GDP もまあ着実に増えてはいるということで、まあ、あのー、まあ、着実まあ、着実 別にですねその景気は確かに拡大はしてるかなとだけど1.2%のね実質の成長だったらやっぱり実感はないですよね、えー、まあそういう状況であるとですから、まあ、その景気拡大期間のランキングでまあ,あ暫定という形ですけど現在1位これがアベノミクス景気ですねでなぜ暫定なのかっていうとコナス 誰が景気の長さを判断するのかということでありましてね、えー、景気の山と谷は生産や雇用などの指,数指標をもとに景気動向指数研究会景気動向指数研究会っていうのがあるんですよ、まあ、あの東大出身あの東大の元があの教授の、ね、吉川先生という方がいらっしゃるんですけどマクロ経済学の大課なんですけども、まあ、あのそ,のその吉川先生を、まあ、座長ですかねトップにしたですねそうした有識者の会議があるんですけども、まあ、そこでですね、えー その景気拡大の期間をねいろいろそのデータを、ね、ベースに議論して決めるということなんですね。えー、で、まあ、議論した結果内閣府が。あ 判定するとということでありまして月ごととに見るとブレが大きいので、まあ、1年ほど分析するんです、ねまあ、ですすねからまあ現在景気が拡大してるのかなっていうことをまあ1年ぐらいかけてですね、えー、検証するということでだからまだまだちょっとねアベノミクス景気がですね戦後最長というふうになってるのかどうかっていうのは確定はしてないということなんですけども現時点ではまあこれ景気拡大してるでしょっていうのが政府のまあ見解であって内閣府政府の見解であってですね まあ暫定1位というよううな、ね、状況にあるとと暫定1位というのは期間であってですねその景気,景気が拡大するパワーではないということですねパワーでいうともう本当にいざなぎ景気なんていうのはもう10倍ですからね10倍以上のパワーがありますからパワーでいうとまあ非常に劣ると、えー、パワーでいうと非常に劣るからですね実感なき景気拡大というふうにね言われたりするわけなんですよね。 えーまあ、しかし、景気動向指数ではということでありまして、まあ、ですから、先ほど触れましたようにですね経営緩やかに回復しているというふうに月例経済報告で政府の見解を示したということでありましてまだまだ景気が拡大途中だと、えー、景気拡大途上にあるというふうな判断を、まあ、政府は公式な見解として発表したわけなんですよね。 だけども一方で景気動向指数という、まあ、本日のテーマなんですけども景気動向指数というですね、景気を示す指標があるんですよ。これもやっぱり内閣府が出してるんですけども景気動向指数ではですね、実は数字は悪化してるんですね。なのので、政府の見解 はまだまだ景気は緩やかに回復しているというふうに言ってるんですけど同じ政府同じ内閣府が出している資料で景気動向指数っていうのがあるんですけどそれはもうあの数字が悪くなってるんですよね。ですから、まあうん、それをどう、ね、捉えるのかっていうのをちょっとね私の方でこれから見ていきますけども。 えー、景気動向指数っていうのを、まあ、これからちょっと説明する前に数字が悪化してるというところだけをまず先に申し上げますけど、えー、3月の前半10日9日か10日あたりだったと思いますけど景気動向指数っていうのは、うん、そういった指数をですね内閣府は出すわけなんですけど。 えー、平成27年、2015年なんですけども2015年のですね数字を100として2015年の景気動向指数を100としてですね、えー、した場合2019年の1月は97.9%ですよと。 いう風なあ意味合いなんですねでこれというのはですね12月と比べてですねマイナスになってますよね減ってますよね数字が悪化してんですよで11月から12月も数字が悪化してんですよ10月から11月も数字が悪化してんですねで、えー、9月から10月は数字が増えてますけど3ヶ月連続ですね数字が悪くなってんですよ3ヶ月連続景気動向指数は数字が悪くなってるしかもその悪いあの数字が悪化してるだけじゃなくてですね97.9% 97.9ですからねえ2019年の1月はね97.9というのは2015年平成27年というのは2015年なんですけど2015年を100としてその2015年を100とした2015年の水準よりもさらに悪くなってるっていうことで、まあ、非常にですね3か月連続数字は悪くなっているかつ2015年の水準よりも悪くなっているということでまあ本当にですねこれが。 この状況がですね緩やかに回復してるのかっていうね、えー、そういったことなんですよね、えー、数字で見る,見ると悪いじゃねえかということで本当にその政府の見解合っていのかなっていうことなんですよねそれが結構最近言われているということですで、じゃあそもそも景気動向指数っていうのは何でしょうかということでありまして、えー、まず先ほど私が申し上げましたように内閣府がですね毎月発表しますよと えーまあ、指数でありましてで景気動向に関するですね総合的な指標ですね、えー、景気を判断する客観的な数字ということでありまして、まあ、私なんかもですねこの景気動向指数というのはやっぱり毎月チェックしますよね、えー、非常に客観的な日本経済がどうなっているのかなというのを、まあ、あのバランスよくですねあの状況を知ることができる数字ということで非常に便利な数字なんですね。ですからまあ景気動向指数 っていうのを私も結構見たりはするんですけども、まあ、非常に、まあ、日本経済を考える際にですね重要な指数であると。で、えー、そもそもじゃあ景気動向って何でしょうかっていうと売買や取引などの経済活動全般の動向のことということで、まあ、経済活動全般の動向を景気動向というふうに言いましてその景気動向をですね指数化したもの、えー、2015年を100として指数化したものが景気動向指数であると。 で2タイプありましてねディフュージョンインデックス DI っていうふうに言われる数字があるんですけどもディフュージョンインデックス DI は何かなっていうとだからそのディフュージョンインデックスという、まあ、景気動向指数があるんですけどもディフュージョンインデックスはその今景気が良くなってるのかな悪くなってるのかなそれを見る際に非常に使える数字であるということなんですね。一方で コンポジットインデックスというのがありまして CI というふうに言うんですけどもこちらの方がですね最近重視されておりますねですから先ほどね私はあのー、景気動向指数の CI の方をちょっと先前のページですかね前の,前のページであの CI の方をちょっとお示しさせていただきましたそれはどうして CI 持ってきたのかというと、まあ、DI より CI の方がが、ね、重視されているということで、えーまあ、CI の方を持ってきたということですね。 でこっちの何何コンポジットインデックス CI は何かというと景気動向の量感変化の大きさを把握できるとだから数字,自体数字自体に意味があってですね、数字の大きさが、まあ、量を表しているということで、まあ、その景気動向のです、ね、量感変化の大きさですね、どれだけこう拡大しているのかという変化の大きさを捉えることができる数字これが、まあ、CI コンポジットインデックスと言われるものなんですね。 でコンポジットインデックスがまあ重視されているということでありまして、こっちをちょっと拾っていきますね。でえー、丸2ということでありますけども、この景気動向指数というのは、ですね実は29項目の景気指標がですねベースになっているんですね。 景景気気動向指指数っていいうのはいろんんな景気指標があるんですよ東証株価指数だとか法人税,収法人税の収入だとかいろんなその指標があるんですね有効求人倍率だとか29の項目があるそういった指標をです、ね、集めてですねそれを指数化したものであるとこれが景気動向指数なんですね。ですからまあ日本経済を考える際に必要なデータこれをですね集計して編集して、えー、コンパクトな形でね数字化したものが景気動向指数ということで、まあ、これはねやっぱりね 使わない手はないですよ。ですからま株式投資とかねやられてる方だったら、えー、これはやっぱり景気動向指数は重要かなというふうに思いますよ。やっぱり日経平均株がこれ見る際にですね、景気の動向というのはとても大切になってきますから、景気が後退している局面なのか、あるいは上昇している局面なのか、これはとても大切ですよね。で景気動向指数っていうのは現時点でのまデータをですね、膨大なデータをですね集計して結果作られてるものですから、まあ、非常にそういった意味ではですねバランスよくあの一つの。 数字に、えー、いろんなものがバランスよくね表現されているものですから、あの非常にこれは使える数字かなというふうに私は思いますけどね。で、あの三タイプあるんですね。先行指数というのがありまして、まああの。 で11項目使って先行指数っていうのを出すんですけども、先行指数っていうのはその名の通りです。景気動向に先行して動く指数なんですね。景気動向に先行してね。景気が良くなる前にね。この先行して動くような指数なんですね。で、例えば東証株価指数なんですね。 当初株価指数というのは、えー、先行指数というふうに言われたりするんですで例えばあの株式市場の数字株価っていうのはですねうん,将来のんですね今の,今の状況ももちろん株価には影響を与えますけどもあの将来どうなるのかなと、ね、トヨタ自動車パナソニックいろんな企業ありますけど将来ですね伸びていくのかなどうなのかなそういった期待がですね将来 将来の期待がかなりりねあのそこに入り込むんですねですからその東証株価指数なんかはまさに先行指標っていうふうに言われてるんですね今のもちろん数字、ね、今の状況これも入り込みますだけど、えー、それ以上にですね将来のそのね予測将来への期待なんかもねかなり入り込んでる指標がですねこの東証株価指数でありましてこれは景気動向のですね景気動向に先行して動いたりするんですね。ですかから例えば今景気が良かったと 今、景気がいいんだけど将来ねなんかトランプさんがどうなるかわかんないとでトランプさんと今習近平さんがいろいろドンパチやって、えーそのにえーえー、米中貿易摩擦が起きてると今の状況はいいんだけどこれからどうなるかわかんないじゃあちょっと株を売っとこうかなみたいな感じで今の状況が仮に良かったとしても将来、ダメなんじゃないかなっていう、まあ、そういった予測が成り立つんだったら株価下がりますよね。 期待とかそういった将来の予想っていうのをかなり色濃く反映しているものでありましてですねまあそういうのをね先行指標っていうふうに言うんですね。 でまあ、一,致指一致指数なんですけども9項目でありましてこれは景気動向と一致して動く指数なんですね景気、まあ、例えば今景気がいいですよとで景気がいいというのと一致してですね動くそういった指数、えー、これを景気動向、えー、ごめんなさい一致指数というふうに言いまして例えば有効求人倍率ですね 有効求人倍率っていうのは、まあ、例えば、まあ、一致指数っていうふうに言いまして、まあ、例えば有効求人倍率が1を超えるとですね、まあ、景気がいいと人が足りてないというような状況ですね、えー、人をまあ雇いたい人が100いてですねで、えー、あの働きたい人がね、えー、あのひ、えーひひひ 募集,募集がですね100例えば60あってですねで100人のね働く人がいるんだったら非常に足りないということでそういった場合は1を超えるということで、まあ、これが有効求人倍率ですよね。ですからまあ有効求人倍率というのがですね、まあ、非常にその今の状況足りない状況ね えー、足りない状況、えー、これを表してるわけですね100労働者がいると、ね、100労働者がいるんだけども募集がね、えー、160ありますよと募集っていうのは企業の方のね募集がね、えー、企業が欲しいっていうのがね100例えば60あるんだったらあそれはもう有効求人倍率が1を超えてるというような状況でありまして、えーまあ、まさにですね有効求人倍率っていうのは一致指数というふうに言いましてですね あの今の、ね、状況と,と、ね、ピタッと一致してるんですね今の景気の動向とピタッと一致してるそういったあ指数なんですね。で、えー、地効指数ですね9項目ありましてですね地効指数というのはこうなんです景気動向に地効して遅れて動く指数ということで、まあ、例えば法人税収入ですね、まあ、法人税収入っていうのは法人税っていうのは、まあ、去年の,その、まあ、去年1年間のそのね えーまあ、数字をベースに法人税の収入が計算されますから一期遅れるわけなんですよねですからまあちょっと遅れてですねその、まあ、景況感が出てくるということでありまして、まあ、そういうのを地効指数というふうに言うんですね、まあ、法人税収入なのかがあるということで、まあ、こういう、ね、3つの,です、ね、その先行指数それから一致指数地効指数という3つの、ね、指標があるんだということですね。 で、まあ、2015年を、まあ、100といたしましてですね、まあ、CI ですねこれを見ていきますと、まあ、2019年の1月なんですね、まあ、これはどういう数字になってるのかなというと98ぐらいですよね。ですからこの2019年の1月この間出た数字なんですけど98なんですよ。えー、それというのは2016年の5月並みの水準ということで、まあ、非常にですね、今の日本経済は本当に緩やかに景気回復していま してるのかなっていうふうにこれだけ見ると言えちゃうんじゃないのかなというふうに思いますねまあ2018年11月はですね景気動向指数で言うと100こちらは104に届かないぐらいですよね104に届かないぐらいの数字が2018年の10月にあったわけなんですけどそこからですねまあ転がり落ちるような感じで100を切っちゃって98まで98も切っちゃってるとそういった状況ですよねだから本当にこの状況がですね、まあ、3 3か月連続落ち込んでるこの状況が、えー、景気回復の途上にあるのかっていうね緩やかに景気回復と言えるのかっていうのが、まあ、ちょっとね私なんかは、まあえー、ちょっと疑問に思ってるところなんですよね。で、まあ、この水準っていうのは非常に低い水準であって、まあ、この2016年から数字を取っておりますけども2017年の12月はですね、えー、105ぐらいのね 景気動向指数の数字ですね一致指数ですけどもですからまあ2015年を100としたらこの2 0 0 0年 2017、えー、年の12月はですね105ぐらいということで、まあ、5もねあの5ポイントも上回っているこれが2017年ですけどもここから山あり谷ありということで現在100を切っちゃって98も切っちゃってるという状況ですねですから本当に緩やかな景気回復これをしているのかどうかとまあ、いうふうにまあ多くの方が本当にそうなのっていうふうに思っているわけなんですよね。 では政府・日銀、日銀も、ね、景気判断するんですけども、政府・日銀の景気判断と景気動向指数ということで政府は月例経済報告という,、ねまあ、そういった報告書があるんですけども、そちらで景気判断をいたしますそして日銀はです、ね、金融政策決定会合という会合があるんですけども、そちらで景気判断をするということでありまして、まあ、彼らはです、ね、その交代入り景気が後退しているという、ね、判断にはかなり慎重なんですね。

でどうして慎重なのかとうと、交代入りを認めると、何らかの景気対策を求められるからなんだと、ねえー、景気が今、交代してるんですと、残念ながら交代してますよというならば、交代してるんだったら何かしろよと、景気対策何かしろよというふうに言われるじゃないですか、だからそれはまた困るということですし、あと、景気が交代してるんだったら、お前らちゃんとやってないからこんなことになっちゃってんだというふうに批判もされるかもしれないということで、景気回復よりも、景,景気回復の場合はね、景気回復してますというふうに、 まあ、おそらく言いたいんでしょうけども景気後退に関してはね、えー、ちょっとねその判断をが慎重になりがちなんですよねこんな3か3ヶ月連続ですね景気動向指数の一致指数が下がったにもかかわらずですねまだまだ景気回復してるんだというふうに言ってるわけですよね緩やかに回復してるんだというふうに言ってるわけですよねそれはやっぱりやっぱ後退してますっていうふうなことを言うにはやっぱりねいろんな諸事情を考えるとちょっと慎重にならず得えないねそういった状況にあるんでしょうと。 一方で景気動向指数ですこちらはね 内閣府経済社会総合研究所が作成しているということで、まあ、同じく政府なんですけどもこうなんですよ景気動向指数のの判断というのは余計なな考慮なしにに機械的に決まるんですね数字あのいろんな先ほど申し上げましたけど29のね、まあそのまあ、数字あの指標を持ってきましてです、ね、そこの29のその数字をです、ね、機械的に、ね、加工して作,る作ったものこれが景気動向指数ですから、まあ、そういった意味では機械的に 決まる、うんそのまあ、主観が入らないっていとうことですよねだからその趣旨の思惑に左右されないと時の政権の思惑にです、ね、左右されないんだ客観的なんだっていうことですねで、まあ、それに対して政府・日銀のね、えー、景気判断というのはやっぱり主観がどうしても入ってしまうと特に、えー、景気後退ということに関してはかなり慎重な判断、えー、これを、えー、下しがちであるということなんですよね。 まあそこのところはちょっとで、ね、抑えておくといいのかなと思いますねではどちらを信じたらいいんですかってことなんですけども政府や日銀の景気判断ということでありまして、えー、原因は今回ねあのー、あ先にこっちちょっと出しておきましょうかね、えー 先ほどあの月例経済報告のあのであの発表された3月に発表されたものなんですけどもこのところ輸出や生産の一部に弱さも見られるが緩やかに回復してるっていうね緩やかに回復してるっていうのを、えー、引き続きつけたんですよそういうふうに記述したわけですねで緩やかに回復してる弱さも確かにあるんですよと弱さもあるんだけど回復してるんだってことを言ってるわけなんですね。だから景気交代してませんよ 回復してててるんでですすっっいうこと言ねだけどなんで弱さも出てきてるんですかっていうとこれは一時的な海外要因なんだというふうに見てるんですね、えー、まあ米中貿易摩擦、えー、まあアメリカのトランプさんとですね中国の習近平さんがもうあの貿易問題でドンパチやってるということで、まあ、中国経済がちょっと減速しかけてるということでありまして、まあ、日本のですね中国向けの輸出これがガタベリしてるんだと、まあ、かなり減ってますね。 えー、日本の中国向けの輸出がねでかなりこれが減ることによって、まあ、一時的に現在悪くなっているんだということなんですよ。まあ、しかしながら、ねえー、政府の見解といたしましては、まあ、日銀もそうなんですけども個人消費設備投資これ順調なんだってことですねあの個人消費も、えー、それから設備投資も順調であってで個人消費と設備投資合わせて、まあ、大体 GDP の70%ですよ。GDP の70の部分が今 あ安定してです、ねえー、成長している順調なんだということなんですねですからそちらの方が順調に成長してるんだから、えー、その景気判断もです、ね、緩やかに回復してるって言い切いいいいいいいっていいでしょっていうことなんですよ。いうことなんですよ。日あの米中貿易摩擦に関してはもう一時的な問題だから、ねえーまあ、あの一時的な問題であってあの消費と投資に関しては国内の消費と投資に関しては順調にですね、まああえー、大きくなっていると。 数字が良くなっているということで、えーまあ、したがってね、えー、回復してるというふうに政府は判断してるわけなんですよね。 で確かにねその個人消費それから、えー、設備投資これ合わせて、まあ、大体7割ですよ GDP のね。で輸出に関しては言えば18%なんですよね約2割ですよねですからまあそういった意味でまあうんその米中貿易摩擦によって輸出が減るっていうふうに言っても GDP の構成部分で言ったら、まあ、18%約2割ということですから、えー、あまりそんなにね影響大きくないんだと。一方で消費と投資っていうのは G のは GDP 割なん だから GDP の7割の方がですね順調だからそれは成長してるんだっていうのが政府の見方なんです、ね、ですすねねかだけどね私はねやっぱりね輸出っていうのもねなめちゃいけなくてね例えば確かにねあの政府が言うように GDP の、まあ、約2割ですよ、えー。GDP の約2割なんですけどやっぱりね、あのー、その輸出が減るとですね あの株価に影響が出てくるんですよね。投資あの日経平均株価の構成企業っていうのは結構輸出企業が多くてですね、あのー。 やっぱりこの輸出が伸びないというような状況になってしまう輸出が減るというような状況になってしまいますと日経平均株価がどうしても下がるんですよで。日経平均株価がどうしても下がるとですね、やっぱり、えー、消費にも悪影響民間の投資にも悪影響が出てきますよね。やっぱ株価が高ければですね、ちょろっと株を発行したらいっぱいお金調達できるわけですから設備投資だって増えてくるわけですよ。えー、これが闘便の急と言われる、まあ、そういった経済理論があるんですけども、まあ、そういった理論を使っても説明できるお話であるんですけども。 まあ、あるいは個人消費ですね株価が高ければです、ね、資産家の方々のです、ね、資産が膨張あの拡大しているということですから財布の紐が緩んで消費が増えるわけですよでその逆にです、ね、あの株価が下がると自分の資産が減っちゃってるということですからどうしてもです、ねえー、消費っていうのが増えていかないわけですよねですから輸出が今回減ってってるわけですよあの米中貿易摩擦でね中国向けの輸出が輸出が減るということは日経平均株価 結構低いですよねでどん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 んこれから日平均株価が下がっていくとですねあのやっぱり消費とか民間の投資にも悪影響がどうしても出てきますからやっぱりそんなに楽観視できないんじゃないのかなとうう思いますしあとまあ、政府は一時,一時的な海外要因というふうに読んでるようなんですけど本当に一時的なのかなと結構米,米中貿易摩擦ですねこれ長くい、えー、きそうですよね長くかかりそうですよね本当に一時的なのかなというふうにも思ってしまいます。なのででこういったですね 東京のの時っていうのは、景気がね、えー、ちょっと、うん、下がってきてるんじゃないのかなっていうそういった状況の時っていうのは私はね月例経済報告だとかあ、まあ、あの日銀のねそういった景気判断っていうのはちょっとね、うん、距離を置いて見るようにはしてるんですよね要はバイアスがかかってるちょっと偏っちゃってるね、えー、感じになってる可能性があるということで私はむしろ えー、この景気動向指数ですね。こっちの方、まあ、こういった状況の時はですね、どちらかというと信じる重視するわけですね。私は海外要因でこれ一時的かどうかちょっと不明なんじゃないかな。でもちょっともう少し長くかかんじゃないのかなというふうに思ってるんですよ。で、海外要因が一時的じゃなくてもう少しね、ちょっとね時間がかかってしまうんだったら消費にも民間の投資にも悪影響出てきますからね。そうすると、えー、緩やかに回復。 っていう、ねえー、ことが今後も言えるだから、ねえーねえーえー、ど,どうなのかなっていうふうにも思うんですよね。なので、えー、まあ,あこういったね収支の思惑に左右されないね景気動向指数こう客観的に、えー、作ってますから、えー、そういった思惑に左右されないっていうね景気動向指数っていうのはやっぱりね部外者からすると使える指標であるということで。 で、まあ、あの景気動向指数の方はですね、こういうふうに書いてあるんですよ。あの、まあ、三月に発表されたものは下方への局面変化を示しているっていうことですね。 下方への局面変化を示している。だから、その月例経済報告では緩やかに回復しているというふうに言ってるんですよ。回復しているというふうに言ってるのに対して、えー、景気動向指数では、もう下方局面に変化しているということで。ここで同じ内閣府が出しているのに、食い違っちゃってるわけですね。だから一時的だから。ね、あの政府の見解としては、一時的だから、数字は悪くなってるけど、一時的なもんだから。回復基調にあるんだっていうふうに判断してるのが。 月例経済報告であってだけど一時的かどうか分かりませんから機械的に数字を弾いたらどうなのかっついうとその過方,過方への局面変化を示しているっていうふうなそういったコメントで月齢景気動向指数は表現しているということでありましてねでそのこれですね過方への局面変化を示しているっていうのは まあどういった状況なのかというと私、ちょっとメンモを取ってきましたけれどもあの、えー、山がですね数か月前であった可能性が高いってことなんですね景気の山がね、下方への局面変化を示しているっていうふうに景気動向指数で書かれているわけなんですけどそれは景気の山がですね数か月前にあって今はもう下っている状況のところにあるっていう、ね、ことを、まあ、実は示しているんですね。ですからまあ回復しているって本当に言えるのかなっていうことなんですよね。だから、まあうん、ポイントな,んな,んな,んなんのは本当に政府 政府が言うように・日銀が考えるように一時的な海外要因海外要因が一時的なのかどうかっていうことなんですけどもそこはちょっとねあのこれからちょっとまたああの期間かけてみないとなかなかわからないということですね、まあ、ちなみにですね2月は、えー、景気動向指数のですねその景気、えー、の基調判断はどうだったのかっていうと何、えー、だったかな。 足踏みを示してていいいるとううふうに書いてますねね2月は、ね、だからこの3月のね景気動向指数は下方への局面変化を示しているんですけども2月は足踏みを示しているということで足踏みを示しているっていうことはまだまだ高い状況にあったってことですね。 でそれが今回の3月の景気動向指数では下方への局面変化を示していると、いや、まあすでに数か月前だったとっいう判断なんですよ。ですから、まあ、同じ政府が出している数字でもこれだけちょっとね、えー、その状況の判断が違っているということで、それは一時的に、えー、一時的なものを、えー、その取り除いて判断しているというのが、まあ、月例経済報告であって、えー、そういうのも全部入れて数字で、あの機械的に、ね、弾いちゃってるというのが景、景気動向指数であって。まあど どっちが正しいかはもう少し時間が経たないと分かりませんけども、まあ、数字はねそういうふうにちょっと違ってると判断が経験判断がそういうふうにあの違いが出てるということで、まあ、どっちを信じるかっていうと、まあ、それはそれぞれなんですけどもまあこういった局面においてはですね景気動向指数の方がちょっと客観性が高いのかなということで私なんかね景気動向指数にちょっと注目したりはするんですけどね。 まああの今回、ですね、えー、私といたしましては、まあ、アベノミクス景気がですねまだ名前は確定してませんけどアベノミクス景気がですね、まあ、戦後最長だというふうによく言われることが多いので景気、まあ、あを示すね言葉の一つとして景気動向指数という便利な、ねえーまあ、そういった用語がありますので、まあ、それは、ね、今回、えー、お話しさせていただいたということでありまして、まあ、今後ね、ね景気動向指数についても、うん、注目していただければなと思っております。 えー、それはですね本日の講義ですね以上とさせていただきますどうも皆さんお疲れ様でした